中に入っていきましょう。ちょっと暗いから全然見えないかな。ちょっとここを開けて明るくしましょうね。で、ここは倉庫ですね。倉庫、まあ、倉庫は変わったものは何も入ってないです。暗くて見えませんが、まあ、カートリ変更とかそういうもんですね。で、こっち、これも見えないかな。上に穴が開いてます。ここにコウモリさんが住んでるんですね。コウモリさんが住んでるおかげで細かい虫はあんまり出ません。さて、次入って暗いですが、ここはおトイレです。トイレ、そしてお風呂、見えるかな、見えてますかね。ここお風呂ですね。ここお風呂、シャワーがついて見えないかな。こういう逆光になるから見えないのか。こっち向きになったら見えますかね。お風呂ですね。トイレ、ユニットバスってやつですかね。まあ、そんなかっこいいもんじゃありませんが。さて、次は、寝室。普段はここに住んで、ここから雑巾掛けしているので、雑巾ですね。床見てもらってわかるでしょうか。コンクリートです。でもまあ、雑巾掛けしているので非常に綺麗です。座ってもらえればわかりますね。こちらさっきの部屋ですね。わかります?入り口の扉があって、入って、で、これが私の部屋ですね。汚い。あんまり綺麗じゃないですけど、まあ、こんな感じ。ガーナの地図だったり、物が置いてあったりですね。で、ベッド。蚊帳付きですね。ガーナはマラリア、ハマダラカが飛んでマラリアになりますので、こんな感じでいつもここに座って勉強してますね。今はこれは、生徒の成績が、ドワーッと載ってますね。蚊帳があって、まあ、バッグがあって、本棚があって、鏡があって、などなど。これは、隊員みんな持っている無線ですね。定時更新があって、火曜日と金曜日の5時半に毎週事務所から呼ばれて、元気ですっていう返事をします。そんな感じですかね。うちの紹介は、は BA 代々、VA っていうのはうちの住んでいるブロンバーファフォリー城のことですけどね。BA 代々住んでいる、クマちゃんです。みんなこれを枕にして寝ますので、すごく臭いらしいです。実際嗅いだことありませんけどね。さて、あとはこんなもんですかね。JOCB カレンダーとかね。こんなシンプルな家に住んでます。まあ、ここからはドキンじゃないので、サンダルを履きの、変わったものは何一つないですね。2年間住んでましたけど、なんてシンプルな家なんだ。いやー、我ながらシンプルですね。外は中です。この家はアブロフォンカッティエの家と言います。よくわかりません。日本語にすると何なのか。なんかでもあんまり、これ実があって食べられる実がなるんですが、あんまり熟すと毒が入っているらしいですね。そうそう、さっきのコウモリくんです。こっち側から見ると、コウモリ。表から見る機会ないですね。俺も間近にびっくり見たことないんですが、まあ、こんなもんで終わりでしょうかね。そろそろテープも終わるかと思います。全然明るくてこっちは見れてませんね。明るいですね。真っ白ですね。何も見えてませんね。むしろこれ家の中です。さっきのトレーニングルームのことですね。なんでこんなに明るくなっちゃうんでしょう。どうやって絞るんでしょうかね。全然真っ白で見えてないような気がしますね。これうちの内タンク全然見えてないよね。来た来た、なんか一度撮っちゃうと絞りがうまくいかないみたいですね、このカメラ。これはうちの外です。さっきこれがトレーニングルームで、隣ガールズホステルで、ガールズたちのお風呂、トイレですね。これがポポーですね。パパイヤかな。パパイヤです。こんな変ななり方をしてしまいますが、まあこんな感じですかね。うちの周り、ここ前はあれだったんですけどね、うち一度泥棒に入られかけまして、ここからあれですね、これ見ていただくとわかるんですが、足跡が、これ泥棒で、子供が泥棒に入ろうとしたらしいですね。一度ここ壊されました。窓ガラスも割られましたが、このバーグラーがバーのおかげで侵入できず、泥棒さんは退散しましたね。これが無線。隊員のうちに誰でもありますね。この無線があるところ、日本人がいる。まあ、決まったようなもんですね。
ちょっと歩いて、向こう側今道路が走ってるところは熊石寸谷二郎ですね。非常に大きい綺麗な道で、日本でいうとどうでしょうね、なんか大阪と九州をつながってるみたいなイメージでいいでしょうかね。熊石は日本でいうと大阪、寸谷には地方の州都ですね。まあ、こんな感じでした。うちの紹介、まだビデオテープがありますね。もう一度中に